山梨日日新聞。山梨日日新聞は、株式会社山梨日日新聞社が発行する山梨県の県域新聞である。略称は、三日、三日新聞など。山梨県での購読率は、交渉約70%と高い。第一の、真の文字は、木の部分に横棒が一本多く、羊のようになった字体を使用している、日本の新聞大事の、 真の事態参照。テレビ番組表は、本編とは別に2ページの別冊の山火、テレビガイドとして発行している。1872年、明治5年7月1日、県令、土井実ただの官名で、甲府の書店音ル動の書籍書、内藤伝右衛門が、海中新聞として創刊。当初は、木版の不定期刊行で、県庁学務会員が執筆した。 県庁広報誌であった。大小切騒動で発行不能に至ったこともあり、有識者による新聞下話会が開かれた。翌年には、県令、藤村志郎が発行権を内藤に譲り、交付新聞と解消。活版となり、論説も加わる。1876年、明治9年には、交付日日新聞と解消、中村義隆、正直門下の野口秀夫を迎え、 内藤から経営権を取得し、社内改革を行う。しばしば新聞紙条例違反に問われ発行停止に陥り、野口が県庁派で山梨保守党に属していたため、民権派の海中新法に押されることもあったが、次第に清掃からは遠ざかり、有志の支援により経営を維持した。第1822号で一時収監し、1881年、 明治14年1月から現代時へ改編。大正期には山梨毎日新聞を引き離し発行部数第1位となった。昭和初期には中央線短縮により中央市が伸び苦境に立たされた。1922年、大正11年に社長に就任した野口二郎は文化、スポーツ事業にも熱心で自らも山梨、郷土学会会長も務め。 1936年、昭和11年8月から1967年、昭和42年まで連載された夏草道中は現地でのフィールドワークを行い郷土の史跡を調査するもので発見された文化財も多く郷土史研究に貢献した。また、1923年、大正12年には紙面に投稿文芸を選評するサンデー文壇、地、学芸欄を設けた。 県内には6紙の新聞が発行されていたが、1940年、昭和15年には、新聞統制で、海中日報、山梨民報などを統合し、翌1941年、昭和16年には、山梨毎日新聞が合併。1945年、昭和20年の幸福集では、社屋と印刷所を消失し、資材や人員不足もあり、 発行困難となったが、毎日新聞と協力して、東京での発行を続ける。終戦後には、東八代郡伊沢町、笛吹市に疎開させていた臨転機を運用し、外観が残った甲府市内の松林県デパートで自社印刷に復帰する。社長の野口は、甲府市長も兼任しており公職追放を受ける。戦後には統制令も解除されて、自由発行となり、 一時は富士急行が大株主で天野久知事を支持する山梨知事新聞と部数を競うが、1967年、昭和42年の山梨県知事選で支持する田辺国夫が当選すると、同年3月には富士急行から所有株式を習得し、山地を吸収した。以後、県内日刊紙は山梨日日新聞一種が独占している。このような、 山日一市による地元新聞の独占状況には県民から山梨に地元市が一市だけというのは好ましくないと懸念する声が上がっている。ただし山梨県内では読売新聞や朝日新聞といった全国紙もそれぞれ1割以上の購読率を保っており、また日本海新聞、鳥取県や徳島新聞、徳島県、宮崎日日新聞、 宮崎県など地元市が実質一種のみの独占状態にある地域も多々あることなど特に徳島新聞は徳島県での高読率が8割以上と山梨県以上に独占状態である経緯やシェアから見ても山梨県が一市独占状態になっているのは特別な事象ではない上実の一社独占を懸念する記事を書いたのが山梨県での高読率が2位の 読売新聞であることも注意したい。2007年1月31日、社説の投用が外部からの指摘で発覚した。その後の調査で投用がさらに2001年から15件もあったことが発覚し、野口 H 社長は隕石辞任したが、しばらくして社長職に復帰した。この投用問題については、下記の記事、社説投用問題を参照のこと。 常時分冊、二部紙の発行は、工芸新聞、福井新聞でも行われている。山梨日日新聞のインターネット版として2014年9月2日までは、ミルヤヌ、ミルジャンが公開されていたが、翌日から3日合いとして、完全有料版に移行されている。ミルヤヌ、ミルジャンとして、全国のニュース速報と1週間分の主要ニュース、1日5項目、 のみが閲覧可能。47ニュースのウェブサイトがオープンされたと同時に、大幅リニューアル。ニュース速報と、県内主要ニュース以外にも、県内各地の話題、1日5項目、県内経済ニュース、1日3項目、県内スポーツニュース、1日3項目が追加され、さらに一覧の保存期間も2週間に延長された。また特集、企画記事や写真、 動画ギャラリーも追加されるなどた地方紙のウェブサイト並みになった。同時に47ニュースから配信された全国ニュースを掲載している。再リニューアルを実施し、全国ニュースの比率が多くなった。その一方で、県内ニュースを一本化。10時までは、使用後ニュースのみ掲載し、その後は段階的に、話題、経済、スポーツを追加する方式となっている。 携帯電話及び iPhone 向けニュースサイト、ニュースマート、有料へ参入したのに伴い、記事の詳細を省略し、続きを本紙面、または携帯サイトで確認するよう促している。完全有料制に移行。無料で閲覧できるのは、見出しと最初の数行のみになる。なお、山梨日日新聞を契約している読者は、格安で契約できるようになっている。 新聞休館日の対応については、休館日のテレビ欄を別釣りで発行し、休館日の前日に届けている。休館日当日は、ウェブ版の更新もニュース速報を除き行われないが、2008年1月より、休館日限定で PDF 形式による電子版を公開。電子版は全面フルカラーであり、動画配信や山梨放送のニュースキャスターによる朗読での 音声ニュースへのリンクもされていた。2011年4月から、この休館日号外を廃止。2011年4月から常日の休館日、号外廃止の代わりとして、ニュースオアシスト名打って、長官紙面の電子新聞配信と、有刊電子新聞の発行を開始し、合わせて、新聞と電子版を併読できる、ヤマデジタルラスのサービスを実施した、長電子配信は、 山梨県内利用不可、高読料支払いは1ヶ月単位のほか、3ヶ月、半年の全農コースあり、1ヶ月単位の場合は特に更新手続きの中止がない限り、自動更新されていた、この電子版サービスが2014年9月3日に大幅にリニューアルされ、それまで単体で販売していた電子有観を廃止し、実質的に長官電子配信改め、電子版単独コース、 月決め3348円、山比、デジタルプラス改め、紙面閉読コース、紙面購読料月決め3093円、電子版月決め756円の2つのコースに改変された。山梨放送から報道局を山梨日日新聞社と一本化している。日本ネットワークサービス、FM 交付、山梨日日新聞を発行する。 株式会社山梨日日新聞社山人株式会社山梨放送ユーブスを中心として山日ユーブスグループを形成している詳細は山日ユーブスグループの項目を参照2007年1月31日の柳沢白尾厚生労働大臣当時の発言に関する社説で同志論説委員長当時が 神戸新聞と西日本新聞の社説から内容を投用したことが外部からの指摘で発覚した。投用した社説は2社のホームページに掲載されていた1月30日付の社説からの投用であった。同論説委員長は投用問題について考えが甘かった。投用と言われても仕方ないと話し、また新聞社は同志のような意識になっていた。 東洋の認識はなかったと弁解したが、一方で、著作権の点で気になっていたとも述べ、著作権の侵害を認識して、東洋を行っていたことを示唆した。山梨日日新聞社によると、神戸新聞社説が、大臣は、すぐに取り消し、言い換えたと弁明しているが、もちろんそれで済まされる失言ではない。こともあろうに、少子化対策や子育て支援を先頭に立って、推進すべき。 厚労省がこうした発言をしたことに呆れる。大臣の的確性を疑われても仕方ないと記述している部分を山梨日日新聞社は社説で厚労省はすぐに取り消し言い換えたと弁明しているが、それで済む失言ではない。厚労省は少子化対策、子育て支援の先頭に立ち推進するのが仕事だ。発言のような認識では、 大臣としての適格性を疑われても仕方がないと投与して記載した。また、西日本新聞が社説で、少子化によって社会保障制度が揺らぐことを懸念しての発言だったかもしれない。だが、社会保障政策を財政面だけで考えて、子供の数を増やすことしか念頭になかったのではないかと記述している部分を山梨日日新聞社は社説で、 少子化が進むことによって社会保障制度が揺らぐことを懸念しての発言だったか知れない。財政面を中心に考え子供の数を増やすことしか念頭になかったら寂しいと投与して記載した。山梨日日新聞社幹部らは謝罪し調査報告を掲載した。2007年2月20日にこの論説委員長を懲戒解雇処分、常務を降格処分、 取締役編集局長を減究処分とし、当時社長の野口英一も隕石辞任することが決定したが、山梨日日新聞の調査報告には、東洋記事の紹介に止まっており、論説委員長の東洋の経緯については一切明かされていない。処分を発表した同日、同論説委員長による北朝鮮の核実験や、防衛省の少々核、 地方文献などについて述べられた社説の投用がさらに15件もあったことを公表した。社説の投用は2004年1月から行われていたことも発覚した。投用に利用した報道機関は全国紙から読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日経新聞が、地方紙からは品の毎日新聞の稽古紙の社説ばかりでなく記事まで投用していた。 また、ホーリンプレスセンタージャパンからも登用を行っていた。いずれもホームページからの登用であった。写説登用の発覚により、読者からは、県民を愚弄しているといった、厳しい批判の声が上がった。写説を登用された毎日新聞などからも批判された。写説は2007年2月21日付から休止することを発表したが、わずか数ヶ月後には、 論説という形で復活し、現在も続けられている。論説の実態は、社説と全く変わらなかったほか、論説として再開される際の読者への説明は一切なかった。また、東洋問題の責任を取って、隕石辞任した野口英一であるが、しばらくして、社長職に復帰している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。